はい、どうもこんにちは、ハンプ TT です。ということでね、ポテです。今日はね、ポテ一人の回ということは、っていうこともおかしいかもしれない。今後は土もちも来るかもしれない。とりあえず、ギブギブありがとうございます。はい、ということでね、5月29日にギブ&ギブがね、新曲を、まあ、リリース、YouTube でも発表するということで、この前ね、5月23日に行われた、ファンクラブ限定のね、決起集会っていうやつがありまして、そちらでね、その、新曲公開の29日までのスケジュールがね、発表されたり、あと歌詞が発表されたり、そのね、歌詞への思いが発表されたりね、まあ、いろいろまあ、その後も一緒にしたので、まあ、今日それを、説明していこうかなと思います。ということで、説明していくんですけども、まずね、まあ、これをね、とにかく言わなきゃいけないなと思って、今ね、ギブ&ギブという、二次プロジェクトでも出てた谷谷京香ちゃんも、所属しているグループなんですけど、そのギブ&ギブが、その今、チャレンジ、まあ、ミッションみたいなのをしていまして、6月末までにフォロワー、インスタグラムのフォロワーが1万人いこうっていうチャレンジをしていて、今頑張ってるので、ぜひね、概要欄にある、リンクからね、ピッて飛んで、ピッピッピッてもうフォローするだけなんでね、これ僕らの、フォローなんていいです。もう、僕らのフォロー、登録、チャンネル登録もいいです。もう、ギブ&ギブの、まあ、チャンネル登録ももちろんなんですけど、今はそのね、インスタグラムのフォロワーをね、とにかくね、フォローしてもらえると、嬉しいです。僕たちとしては。そうです。なので、ぜひ、これお願いします。ということで、本当にお願いします。でね、まあ、もしよければね、まあ、この動画とこの動画見てもらえばわかるんですけど、まあ、インスタグラムのフォローと、あとね、ファンクラブにも入ってっていう、これもね、まあ、なぜかっていうのも説明してるので、ぜひね、この動画でね、見てほしいです。お願いします。ということで、で、まずその、決起集会で、行われたのはですね、その、新曲の、まあ、タイトル、これ言っていいんかな？なんか、どこまで、この、言っていいのかわかんなく、ちょっと調べ不足というかわかんないんですけど、まあ、Going! ふふふんっていうね、まあ、タイトルでありました。これもしね、解禁したらダメだった場合、ちょっとすいません。Going! ふふふんです。これもしね、ダメだったら今カットされてるので、もしね、コメント欄で確かダメだよって来たら多分すぐカットするので、飛んでます、今多分。今飛んでましたね、多分今。ダメだった場合飛んでました。ということで、で、その後ね、歌詞が発表されて、でその歌詞はですね、愛ゼロ円っていう企画がありまして、で、そのなんか、ギブ&ギブに、まあ、ファンのみんながね、手紙みたいな、まあ、メッセージみたいなのを送って、それにギブ&ギブの方々が返してくれるみたいな。で、それもね、ほんと一人一人丁寧に返してくれてて、悩みだったり相談だったり、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、その悩みとかにね、いろいろ本当に丁寧に返してくださってて、で、その悩みだったり、この手紙が、歌詞になってるみたいな。だからそのギブ&ギブとファンのね、グラバーの方々が作り上げた曲と言っても過言ではない。これ素晴らしいことになっております。これぜひね、聴いていただきたい。これは本当に。で、本当に一人一人がね、強い思いを込めてね、もう多分すごい考えて、歌詞をね、考えてくれてたので、これもぜひね、チェケラーということでいいですね。で、その後振りね、振りもちょっとね、公開されて、僕が好きな振り、これ多分ね、あんま一度目だと思うんですけど、まあ、僕がちょっとだけ好きな振りだけ踊りますね。ここです。ここ好きでした。ここがね、僕一番好きでしたね。てってんてっとり、てってってとりとかですね。ちょっと誇張、わざと誇張してるので、これぜひ本編見てほしいなと。って感じですね。ということで、スケジュールちょっとね、発表していこうかなと思います。全部見せるよ。はい、まず5月25日火曜日は今日ですね。今日ティザーが公開されます。 YouTube でティザーが公開されます。これね、この動画がもう出てる頃にはもう出てるかもしれないし、出てないかもしれない。もうこの動画がいつ出るかがちょっとわかんないんで、何時に出るかわかんないんであれなんですけど、とにかく今日ね、 YouTube のティザーが公開されるのでね、もしね、ちょっとかんだ、なんでかんだ今。もしね、もしちょっと今僕のこの熱弁を聞いて、ちょっとでも見てやっていいなみたいな思った方はね、ちょっととりあえずティーザー見てね、なんか雰囲気を確認してもらえればなと。で、まあいろんな動画の YouTube に上がってるので、そのおすすめ動画とかもね、前回の動画で言ったので、ぜひね、そういうの見てね、なんか高めてほしいです、ギブ&ギブへの気持ちを。で、はい、次5月26日から5月28日まで、こちらがインスタグラムで一人ずつビジュアルを投稿と。これ今3人メンバーがいまして、まあ、いずれね、8人になるっていうグループなんですけど、今3人なので26、27、28で、一人ずつビジュアルを投稿と。
これだからそれも見るためにぜひインスタグラムのフォローね、もうインスタグラムのフォローマジでしてほしい、もう今またしてほしい、その今この今までして、あのこの動画見る見た後でいいやって思ってる人は今してきてほしい、動画止めれるやんだって、今してきてほしいね。で、5月29日の17時にインスタグラムでキービジュアルを公開と。キービジュアルってキーとなるビジュアルってことやろ多分、が公開されます17時。でこれがミュージックビデオね、18時に公開なんで、それの、まあ、1時間前に、まあ、高めてくださいみたいなことやろうね。だから29日の18時 YouTube で MV をプレミア公開と。これ楽しみですね本当に。この新曲はなんか配信もされるみたいなので、これ皆さんね6月中旬ぐらいって言ってたかな、配信もされるみたいなので、これぜひね見ましょうと。グラバーの方々ととにかくまず当たり前ですけど見ましょうと。でグラバーじゃない方々にね、やっぱりねこれを広めていかないといけない。まずねグラバーの方々の使命は広めることだと思うんでね、もう僕もこれで YouTube を通して広めてるんですけども、皆さん Twitter とか Instagram とか TikTok とかもいいって言ってたと思うので、わかんないですけど広めていきましょうと。こちらのチャンネルのこのサキココボイスっていうチャンネルの方がいるんですけど、この方がそのギブギブの歌のトレーナーさん、先生歌の先生ということで、こちらの方もねすごいその熱心にね、そのギブギブのことを思ったね行動もしてくれたっていうエピソードがありましたね。ありましたね、あれすごいね感動しました、あれという素晴らしいね方がいるので、このサキココボイスっていう方とそのコラボをして、まあその YouTube に配信するっていうコラボ動画配信予定ありということでね、そちらもぜひね見ていただければなと思いますということで、こんな感じかな決起集会だったこと。あとねやっぱそのみんないい子、3人とも本当にいい子、特にねちょっと残りの2人のね年齢がわかんないんですけど、まあそのあんま年齢いくあんま言わない方がいいのかな、とにかくね同世代のね女の子がまあなんかすごいね一昔から夢に向かってね頑張ってきてて、今夢を叶えるチャンスをつかみそうっていうとこなので、なんかやっぱ応援しちゃうというか、僕もやっぱりいろいろ将来思うこともありますし、このねなんかこの大学、まあ、4年生も僕はもう陰性なんですけども、ここに来るとやっぱ将来のこと考えざるを得ないんですよやっぱり。でそこでねなんか夢に向かってずっとね頑張ってる人ってやっぱすごいなって思うのでね、これぜひねギブ&ギブ応援してほしいです本当に。あでねこれちょっと話変わるんですけど、ギブギブって毎月ねミーグリミート&グリート開催していまして、まあ、今はねオンラインでその45秒間をねこうビデオ通話ズームかなでできるっていうシステムなんですけど、なのでね毎月ね抽選がありまして、でね今回もね僕ねもちろん応募しました。で誰に応募したかっていうと、まあ、京香ちゃんなんですけど、まあ、その当たりました。で皆さんねまだ僕がね当たったことが言ってないので、まあ気になってると思うんですけど、そのまあ今日発表しようかなと思います。当たったかどうか、ということで当たりました当たりましたね、これ嬉しい。これね土餅にもね入れてもらって、土餅もねゆいかちゃんをね応募したんですけど、土餅は外れました。まあ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 、まだ早いね、土餅には。ちょっと土餅には早いかな。そんなね、簡単に当たってもちょっと困るよと。僕はもうちょっとね、2月目は連続で、まあ皆勤賞なんですけど、土餅まだね、当たんなかった。土餅、LINE で、そんなことあるって言ってましたね。ちょっと面白かったです、あれは。土餅はまた来月頑張ってもらおうということで、またね、僕の見送りの様子、なんか、ギブ&ギブは上げていいそうなので、YouTube とかに。これまたね、上げると思うので、30日かな。の夜とかに上がると思うので、ぜひね、楽しみにしてもらえればな。で、このサランピ TT であげると思うので、ぜひね、チャンネル登録してもらえると、グラバーの方々サランピ TT 特にね、チャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ということで、こんな長々と喋るだけの動画をね、ここまで最後に見てくださった方々に、僕はお礼が言いたい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。